どうもすずです。私15年間イタリア人と結婚していて、2年前に日本に帰ってきたんですけれども、紆余曲折ありまして、現在音楽教室を経営したりして、音楽療法やったりリトミックやったり、お家でピアノとか声楽を教えたりしながら、オンラインレッスンとかもまあやったりしてるんだけど、今これ何やってるかっていうと、音楽療法の方をね、力をしてやっていきたいななんつって思って、大手の会社に影響をかけるということで手紙を出す、資料を送る、どっちの封筒がいいかなって迷ってるところですね。頑張ったくない？海外生活では15年間音楽を通じ高齢者の方に寄り添ってきました。特にローマでの経験が私の大きな財産。2年前に日本に帰国し、現在は自分の音楽教室を運営しながら、高級高齢者施設で音楽を通じた交流の場を提供しております。日本の音楽療法のヨーロッパでは高齢者にしております。いいと思います。さあこれをさ、この後この人、何にも機材がないのに歌ってみたを取る気でいるので、まあまあ発声練習を自分だけのためにしております。レッスン以外でね、生徒さんに発声を教えるって以外で自分のためだけの時間で発声をするなんてね、ほんと何億光年ぶりでしょうか。ちょっと不安。これまあもうこれ編集してる時はもうすでに歌ってみた取って、編集の段階なのにこれ見てるだけで不安です。歌ってみたでしょ、やってみる。ちょっとあとこのさ、携帯でやってるからさ、歌ってみたって取りづらいんだけど、やってみるか。パソコンで音源を流してやってみる。よし、こんなことある。
最後まで聞きたい。チャンネル登録まだしてないそこのあなた、チャンネル登録一つポチッとよろしくお願いします。どうなっていくかなって気になるよね。そういう方はね、チャンネル登録するしかないのよ。よろしく。結構死ぬほど恥ずかしい。まあでもね、これも私の一部だということでね、お届けいたします。今日の動画はここまで。また次回も見てちょうだい。じゃあねー。